今回のテーマはフォーカスの調整についてお伝えします。波動は正面の AR マーカーの模様を見ることで自分の位置情報を認識しています。カメラのピントが合っていないと視界がぼやけてしまい、ライフの位置がずれたり、コート内にいてもラインオーバーと認識され、正常にプレーできなくなります。そのために試合前にカメラのピントの調整が大事です。アームセンサーの右上にあるフォーカスボタンを押したら調整画面が表示されます。そして AR マーカーの模様がはっきりと見えるようになったら、アームセンサーの画面をタップしてピントを固定しましょう。必ず正面を見たままアームセンサーをタップしてください。赤または青の枠線がしっかりと AR マーカーに合わさっているかも確認しましょう。